マドイ、俺たちもう寝るから。寝室に入ってきたらダメよ。聞き耳も立てないようにな。おやすみ。次元の穴を塞ぐことができてから1週間、私は子供の頃からの夢を叶えることができました。お父さんとお母さんと一緒に、一つ屋根の下で、普通に普通に普通に